どうも、レオです。ポチです。いつもご視聴ありがとうございます。それでは、竜がごとくオンライン、ガチャ引いていきたいと思います。はい。来たねー。いやー。まあ、ある意味予想通り。思ったより、でも早く来た。ちょっとそうだね、早いかな。うん、9月入ってからかなと思ってたから。って思ってたけど、なんか来ましたね。来たったわねー。レジェンドフェス。まあ満を持してというか、アニバーサリーの時じゃどうするんだろうって思うけど。そうだね。リュウジじゃない？リュウジかな。また、うん、半周年の時リュウジだったもんね。うん。か、ニシキとかなのかな。いや、ねえ。ねえ、なんか不思議だけど、キリュウカズマでございますよと。うん、まあ能力見てみましょう。はい。まあいつもの通り、の感じですけど、はい、真の攻撃タイプですね。はい。静かなる竜と。そうだね。タクシーうんちゃんの時だね。うん。これあれでしょ、バーって囲まれてて、神経やつからかかってこいって、いつものセリフ言ってる時でしょ、きっと。多分そうかな？そうだよね。うん。渡瀬とかが立ち会いしてる時でしょ。うん。いやー、はい、じゃあリーダースキル。はい。俺の極道は生き様だって、タクシーうんちゃんそれ言うのどうかな。タクシーうんちゃんなのに、まあ。まあいいや。はい。バトル開始時に味方のヒートゲージ200増加。うん。うん。で、バトルスキル。沈黙。スクールタイム99。効果なし。なし。ないよ。ない。はい。で、ヒートアクション。消費ゲージ0。クールタイム99。自身へ30秒間攻撃力回心率を 20% 上昇とヒットポイントを 100% 回復。うん。うん。もう打ちたい時に打てる。だね。一回一気だね。うん。で、アビリティの1。男性の敵人数 ×6% 自身の回心威力を上昇。はい。で、アビリティの2。男性の敵人数 ×6% 状態以上を除く全てのダメージをカット。すごい。で、攻撃陣。うん。で、問題は、ステータス。うん、体力は25000。攻撃力7117。7000！ で、防御力4330。で、速度が383。速くて強い。いやーもうこれ、そうか。ね、一個ね、まあなんだろう、まあなんかそのステータスをお化けにしてるから、うん、レジェンドっちゃレジェンドなんですけど、もちろん。うん、ただこのバトルスキルをさ、なんかその、もうこれ継承前提じゃないですか、もう言うたら。そうだね。使えないもん、継承しないとね、うん。なんかそのバトルスキル組み合わせる楽しさをって言うてるのに、これはもうちょっと思考の放棄なんじゃないかって気は若干してる。そう、まあね、これ以上、っていうね、まあ強い、間違いなく強いし、うん、まあなんだろうな。まあ面白いと捉える人もいれば、うん、いやそれはなんか欲しかった気もするね。そうあってもよくないっていうバトルスキル気もするし、なんか沈黙言うてんのに思いっきりさ生き様だ言うてこんなにわーってなっちゃってるからさもうこれそれもなんかちょっと解釈が一致しないしって思いつつ、うん、まあまあでもね、このステータスなら確かに何継承させてもみたいな強い。わかりやすく言ったら、鏡パンチなんて継承させたら、ほぼ格殺ですからね。そうだね。まあ、みんながよく持ってるとしたら、もう鏡パンチとか持ってそうな感じするよね、鏡さんね。と思いますよ。もう、だって7117ってことは、逆属性取られたとしても、あれ 75% とかなんだっけ？攻撃力が。苦手属性だと。だったとしても4000ぐらいあるので、もう格殺です。ほぼ。うん。どうあれ。でこの速度。まあもうレジェンドとしては申し分ないんじゃないかな。攻撃陣だし。うん。まああと男性の敵が多ければ。マックスでだから 30% 回心力も上がるし、ダメージも 30% カットしてるって状態になるので。うん。いやまあまあ無敵のスペックというか。リーダースキルはちょっと抑えめなのかな。500盗んでくる人に対して200は。まあまあ200だ。うん。だし、まあ、どのタイミングでも自分が、最悪あれでしょ？鏡パンチとかそれこそ食らって的になったとしても、うん、これいつでもどっかのタイミング使えば 100% 回復ができるので。そうだね。
だこれを迎撃に置いたとき、このバトルスキルってどのタイミングで使われるのか分かんないけどね。そうです。あ、バトルスキルはヒートアクション。ああ、びっくりした。うん。が、迎撃のときにどのタイミングなんだろう、ゼロのときって。真島さんってあんま使ってるイメージなかったしなとか、って考えるとどうだっけなって思うけど、うん、まあ、あれでしょうね。襲撃部隊が。に置く。単純にボス強襲とかの威力もこれ上がるからね。7100ってだって、とんでもないよ。とんでもないですよ。っていうキャラクターですね。まあまあ、そうですね。真島の兄さんの方が使い回しは良さそうだけどね。あのこの間、レジェンドのね。あれはもう文句なく、申し分ない感じでしょうけど。それでもね。それでも強い。それでも、こういう壊し方してくるのかっていうかさ。まあ、桐生さんらしい。そういう意味だと桐生さんらしいのかな。とも思えるけど。これ、このままいくと来年ぐらいに何なのかな。攻撃力1万何千とか。ないの。なんか、もうだんだんもうそんな、ね。ほら、あながち前に言ってた 1000% 攻撃とかあるぞって言ったら、あるかもしれない。ねえ。まあ、そんなキャラですね。うん、じゃあ、ガチャいきます。はい。こうして座って。いやー、驚くなー。ガチャへようこそ。たくさんのいい仲間と出会えるといいね。そうですね。はい。レジェンドフェス。確率は2% ですよね。2%。9% のうちのね。うーわー。あ、親父真島が多いんだね。あ、親父真島ですね。うん。って感じでございますよ。うん。まあ、10連は少なくともいきます。10連。で、そっから考えます。行くで。出すぎだよな、でも、こけすぎ。ああ、まあそう、間違いなくそうではある。よし、行こう。行こう。ここでパッと出て、よしって言って、みたいなやつがいい。行くぞ。さあ、来い。伝説の竜よ。白いな。いや、でもそっから。いや、ここから変わるかもしれない、赤に。うーわ。熱くなってきたぜ。はぁ、あ。はぁ、あ。白青。諦めるな。あぁ。これは、変わるかも。はるかばっかり出てくる。呼んでるんじゃん、今。呼んでるのかな。おじさんって。呼んでるよな。これは呼んでるな。はるかに甘いから。はるかかな、はるかとユミだったらどっちにしたら来ると思う。はるか。はるかかな。はるか。はるかにする。ちょっとじゃあ、はるかにする。また来てよね。よし。はるかにしたわ。よし。はぁ、あ、神室町って綺麗な女の人がいっぱいいるんだね。ちょっと顔変わるね、やっぱり。おもちゃ屋さん見つけたんだ。カムロ町ってあんまり子供いないのに、おもちゃ屋さんはあるんだね。際どいことみたいな。うん。これでも来るでしょ。はるかがいるもん。ガチャ、どうぞ。たくさんのいい仲間と出会える。逃げるわけないよ。うん。いや、もう引いちゃおう。よし。もう10連行こう。お願い。これで来てくれるよね。来てくれるでしょう。どうか。よし、よし、よし。お願い。はい、はい、入った。はい、来た。熱くなってきたぜ。はい、来い。行くぜ。いやー、開けますか。よし。
なんか。いや、もう一個出るってこともあるよ。そうだよね。ほら。うんうんうん。じゃ、これで。はるかのためには来てくれるんや。すごい。やったぜ。もう絶対入ってんじゃん。絶対入ってるね。これで入ってなかったら嘘だもんね。はい、ミネね。あ、いいの、ミネ。お会いしたかったって言ってたもんね、ミネもね。もっと早くね。うん、そうだよ。あ、だっ。あ、で、ヒロインが来て。で。で、そこに、はい、どう。よっしゃ。いやでもキリュウさんの話、キリュウさんの話ごめん全然聞いてなかった。タクシーの運転手だって言ってた。やったね、やった出ました、おめでとう。やったで、やった、引いてよかったね。引いてよかった、もう20年突っ張ってよかった。よかったね、このために貯めてましたから。そうだね。いやー、よかったー、やりました。じゃあ組長に変わります。はいはい、ポチの番。うん、まあ桐生さん欲しいんですけど。ええ、まあ、ポチもね、まず10連。そうですね、10連20連目。次何来るんだろう。分かんないです。錦か龍二か噛んだか。とりあえず10連。その後考えよう。うん、そうだね。行くよ。行こう。とりあえず10連。さあどう。あ、白いけどこっからまだわからない。こっから赤。いや、だ青。だどっち。熱くなってきたぜ。あ。これは。いや。金がいっぱい。いっぱい。いっぱいだな。さっきみたいに変わんないかな、金が。そうだね。レオみたいに。変わんないかな。変わらず。変わらず。なんか、はるかにすると出るって言いましたね。ほんとに？まじまさんなんだけど、今。まじまさんとほら、あんまり戦いたくないじゃん。じゃあ、ちょっと変えてみるね。変えてみると。ほんとに？これで出ると思う。これで？これで出る。2回も騙されるかな、キリュウさん。騙すとかじゃないもん。騙すじゃないの？騙すじゃないから。よし。別に騙してないし。ガチャへようこそ。たくさんのいい仲間と出会えるといいね。ごちゃごちゃうるせえつってどうせ来るからきっと。来る？うん。そうは言っても、たとえ騙されたとしても、そういう男だよ。そっちじゃない。もうこれでおしまい。あ、じゃあもう10行く。行く。だってはるかにしてかなかったのにないじゃんよ。いや、その端数の4引くって点もあるじゃん。あ、4ね。っていうのもあるし、10行くっていうのもあるし。え、これってさ、10連と単発だとなんか違うの？はい、変わんないっす。変わんないのか。そう、レジェンドっていつもそうだから。迷っていく、迷っていく。さあどっちだ。10年引いちゃおうか。お、引いて、はい、もうしょうがない、来なかったら諦める。お、いったれ、いけ、はるかちゃんパワー来い。さあどう。赤いよ。はるかちゃんパワー来てるかな。来てるかもしれない。はるかパワー。はい、これはこれは来るやつ。ほらほら来んのよ。はるかパワー。そう、絶対にはるかを見捨てないんだって。はるかパワーだ。やっぱ堂島の竜なんだよ、そこは。すげえ。ほら来た。100%まぐれだけど。虹もあった。ゆいちゃん。ゆいちゃん。やったー。おめでとう。すごい。おめでとう。ナスタクシーという会社で働くただの運転手だ。ただの運転手、この構えにならねえんだよ。
やったありがとうございます。来たで。びっくりした。びっくりして、もう何言っていいかわからないわ。もうこれは勝ちです。大勝ちですよ。すごいことだよ。すごいことだよ。やっぱはるかなんです。はるかすげえ。はるかすげえ。同じことしかない。はるかのためを思ってタクシー運転手になってたりするわけですから。そうだな。やっぱそうなってくると、だあのアイドルはるかだったら来ないよ。来ないの？だって会わないためにいるんだから。あ、そっか、難しい。わかります。この時期だってアイドルはるか、そうですでしょ。だからその邪魔をすんなってことでそうなってるわけですから。そっか、身を引いたわけですから。そう決めたらもう桐生さんは来ない。小さい時のはるかの方が助けに来てくれる。助けにもちろん行く。うわー、もろ、わかります。やっぱこういう、こういうことなんですよ。びっくりした。ゆっくり育てていこう、流玉ないから。そうで、これだって仮にアバター大悟とかにしてたら置いてっちゃうから、うん、これ以上当てのないドラゴンには付き合いませんって言って下ろされちゃうから。下ろされちゃうから。そう そうだなんで今そんな話すんの。今もう嬉しくてもうさもうふざけた。もうふざけたよね。ふざけた、うん、ふざけた。ちょっとテンション上がりすぎてふざけちゃった、ね、よし、うん、今回は2人ともやりましたね。やりました。嬉しいね、またやっぱここでダイヤを、やっぱこうなってくるとレジェンドフェス以外にダイヤ使うの怖くなってくるね。そうだね。でもお化け出てくるからやっぱりダイヤたまらないしさ。そう、まあまあそこはね、難しいところだよ。またちょこちょこ貯めて、またこういうね、貯めてね、安心して引きたいね。引きたい。歓喜の瞬間を迎えれるように楽しんでいきましょう。はい。それでは今回はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございます。コメント、チャンネル登録していただけたら嬉しいです。では次の動画でお会いしましょう。またね。バイバーイ。